ミシガン州、グランドヘイブン、国道31号線とロビンズ通りの見通り図。右側が北。中央分離帯が強硬なため対向車線に張り出しを、設けて無理なく、U ターンができるように配慮されている。北緯43度2分40.18秒成形、86度13分12.57秒。 北43.0444944度正形86.2201583度43.0444944-86.2201583ミシガン式交差点とは平面交差の一種で左折者を右折というターンの組み合わせで砂漠交差点のこと。特にミシガン州での採用例が多く1960年 後半から本格的に導入されている。そのためミシガン式交差点と呼ぶことが多いが、中央分離帯乗り越し展開や中央分離帯折り返しといった別名もある。このほか大通り型展開、ミシガンアビ、スルーターン等の別称もある。道路標識の例。上が一般に使われている標識で、場所によっては下の標識も利用される。交差する道路のうち少なくとも、 一方に、中央分離帯がある交差点で導入できる。以下、中央分離帯のある方の道路を A 通り、それと交差する方の道路を B 通りとする。ミシガン式交差点では、B 通りから A 通りへ、左折侵入することはできない。また、A 通りはごく一部の例外を除いて、片側に車線以上になっている。B 通りから A 通りへ左折する場合、まず A 通りで右折をし、 A 通りの中央分離帯上に設けられた U ターン車線に合流する以内の位置に設けられている。A 通りの対向車線に車がないことを確認した後、U ターンして A 通りを来た方と反対方向に進む。その後元の交差点を通り過ぎることで左折が完了する。混乱の恐れのないよう、上述の U ターン車線には一方通行である旨が表示されていて、A 通りの車が U ターン車線を逆走してくるのを防いでいる。A 通りから B 通りへ左折する場合も、A 通り上の対向車線を遮って左折するのではなく、一度交差点を通り越して、U ターン車線に入り、折り返し元の交差点へ戻った後、B 通りへ右折することになる。特に断りがない限り U ターン車線は1車線からなる。特に交通量が多いところでは2車線になっていることもある。 また U ターン車線が2車線があり、そのうち右側の車線が A 通り、反対車線に戻らず、そのまま B 通りに直接合流するようになっている交差点もある。この場合、右側の車線は A 通りから B 通りへの左折車線ようになる。U ターン車線の終わり、折り返し用の箇所は、セミトレーラーでも曲がり切ることができるように乗り代が非常に広く取られている。 そのため普通の乗用車が U ターン車線に2列に並んでしまうことがある。上述の通り、特に道路表示がない限り、U ターン車線は1車線である。中央分離帯に余裕がなく、折り返し用の余白が取れない場合、ちょっとした細工を施して、ミシガン風の交差点を仕立てることもできる。具体的には、対向車線の円を少し張り出してやることで、U ターン車線上ではなく、 対向車線上で折り返しができるようにし、結果的にミシガン式交差点と同じ効果を得られる。この張り出し部分は出っ張りやミシガンアビと呼ばれる。ユタ州では一度交差点を通り越して折り返すことから両者をつなげた造語のセリューターンとも呼ばれている。ミシガン州交通局では1960年代初頭デトロイトの M-102 号線とリバノア通りとの 交差点アットリバーのヤベニューを皮切りに、州内各地でミシガン式左折を採用した。大量の車をはけることと、交通事故の発生数が劇的に減少したことから、現在その数は、週間700カ所にも及ぶ。一般に交差点を設計した場合、その長所と短所を比較検討することが多い。ミシガン式交差点に対しても例に漏れず、様々な分析がなされている。 特に、ミシガン式交差点で際立つのは、左折時の衝突事故数の大幅な減少で、その他分離、合流の際の事故数の減少も認められる。これは、左折を交差点の外で行えることによる。また、左折用に時間を割く必要がないのでその分、信号を青にする時間を長く取れ、より多くの往来を裁くことができる。左折者に関しては、青の時間が長くなる一方、 通常より移動距離が増えるため、時間短縮効果が相殺されてしまう。ところによっては、U ターン地点まで1、4マイルほど離れていることもあり、直接左折する場合と比べ、都合1、2マイル分余計に走ることになる。歩行者にとっても事故に巻き込まれる可能性が低くなることが知られている。左折者がないので、A 通り、B 通りを問わず、 道路を横断する際は、通りを直進してくる車と右折してくる車にだけ気をつければよい。ありがとうございます。